はい、どうも皆さんこんにちは、なつきです。以前こちらでね、音符ブロック募集、皆さんのね、島に遊びに行きたいっていう募集のね、動画を出したんですけど、それでね、応募してくれてる人がたくさんいました。ありがとうございます。今回はそのね、遊びに来てくださいっていうね、応募いただいた中から何個か遊びに行きたいと思います。皆さんもしよかったらこちらのね、クリエイターサポートをぜひぜひよろしくお願いいたします。まず1曲目はね、アラン・ウォーカーのアローンですね。めっちゃいい曲。それでは他の曲も紹介していきたいと思います。ん、これが愛にできることはまだあるかいか。天気のこのやつだね。よし、じゃあ行きます。おお、いいね。いいよね、天気の子いいよね。なんか 4D でリニューアルするみたいでさ、それ見たいなって思ってますね、僕。次がパプリカ、あ、王道ですね。よし、じゃあ行きます。花が咲いたら晴れた空に種をまこう。いいね。いいね。で、次がこれがなんだ、マシュウォークか、エモートか、エモートか、エモートか。よしよし。いいね。で、もう一つ島があるんだっけ。じゃあそっち行こうか。よし、移動。はい、移動しました。お、次は全然前世か。天気の子に次は君の名だね。よし、じゃあ演奏していきます。よし、行こうか。じゃあ、オッケー。おー、すごい。なんかりょうくんはね、今中学2年生でピアノを習ってるみたいね。ピアノ習ってる。ピアノ習っててもね、こんなね、上手に作れないと思うんだよね。だからやっぱオープンブロックのね、才能があるんだよね。りょうくんのね、たくさんなんかこう短い感じでいろんな曲が作っててね、回ってて楽しかったです。これからもね、オープンブロック頑張ってね。今日はありがとうございました。はい、ということで、島にやってきたんですけど、やばい、めっちゃ楽しみ。なにこれ、めっちゃ道つながってる。じゃあお願いします。ライブ開始まであと3分。すげえ。これこのまま進めばいいのかな。やばいな。なんかめっちゃ作り込まれてる。お。飲み物。あ、なるほど。これライブ会場に行くまでの道ってことか。で、ここが物販。物販っていうかなんかそういう感じか。で、マシュメロさんが本人が売ってくれるんだ。ライブ開始まであと2分。飲み物。なるほど。ミニシールド30円。安くね安くね。マシュメロのライブめっちゃ安いじゃん。物販。なるほど。チャグチャグとか。なるほど。光景がお金。ああ、大光景がお金。なるほど、なるほど。そういうことか。あ、大光景が本当にあるんですね。なるほど。これでいろいろ買えると。はいはい。大光景を、例えば、これで、よいしょ。大光景、200でじゃあ。じゃあ、チャグチャグ、チャグチャグください。でも、なるほど。物販で、ちゃんとここにくれるんだ。じゃあ、チャグチャグを持って。よし、じゃあ、ライブ会場に行こう。あれ、ここはライブ会場の入り口みたいな感じかな。ライブ会場まであと1分。急げ、急げ、急げ。やばい、やばい、やばい。あ、で、これ、ワンフロアで見るか、ツーフロア、どっちで見るかみたいな感じか。とりあえず、2階から行こうか。やばっ！めっちゃ、やばくない？みんな。やばい。マジのライブハウスやん。ちょっとチャグチャグ飲もう。やばいね、これ。やば。マジでライブハウス来てるみたい。ライブハウスじゃない、ライブ会場来てるみたい。やば。やばすぎ。マシュメロンね、顔が右左にあって、しかもこの光っ
ってるマシュメロめっちゃかっこよくない？しかもこの後ろの鏡みたいなの反響してマシュメロの顔が出てる。へえ、やばい。で、ここがあれかな、 DJ スペースかな。お、アラームが鳴った。おお、やばい。え、演出がやばい。すげえ、これはすげえわ。あ、マシュメロがいる。やばい、すげえな、これ。あんま喋んないと思った。え、ワンタイムイベントめっちゃ思い出すんだけど、すごいな、マシュメロが本当にライブしてる。やばやばやばいな、これは。照明がすげえ。照明がちゃんと切り替わってる。めっちゃ綺麗だな。いや、すごい、これはすごいシステム組むのとかめっちゃ大変だろうな。うわー、すごいわ。語彙力なくなってきてる。すごいわしか言ってないやばいな。すごい、後ろになんか文字みたいなの出てる。すげえ、びっくりした。すげえ、うお、すげえ。トマトとバーガー出てきた。やばいな、これ。マシュメロさんだ。ボール、おお、すごい、ボール降ってきた。すげえ、うわあ、なんかいっぱい降ってきた。やばいやばいやばい。すげえ、あるもん、こういうのライブ会場で。すげえ、サンキューソーマッチ。いや、これはやばいね。これはやばい。クオリティ高すぎ。はい、ということで、みんなやばかったね、これ。本当のライブ会場に来たみたいだった。でね、今回この島を作ってくれた白龍さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、これどんぐらいかかったんですか、これ全部作るのに。これ全部で2ヶ月かかりました。いやー、すごいな。本当にワンタイムのあのアローンを思い出すような。で、これ全部装飾から、でね、みんな多分音符ブロックをどっかに仕組んで、でその音符ブロックのシーケンサーの中に、ね、多分スイッチャー、そのプログラミングをして、照明とかの演出を多分全部やってたのかな。多分きっとそんな感じですかね。そうですね、めっちゃ時間かかりましたよ、これ。いや、そうっすよね。多分これ、多分不具合とかも多分クリエイティブいろいろある中でこれやったの。やばかったな。みんなもね、よかったらコメントでね、ちょっとアローンとかのね感想を聞きたいんで、よかったらコメントしてください。白龍さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。いやー、みんなすごかったですね。りょうくんはなんかそのリズムとかしっかりしてて聞きやすかったし、白龍さんはねシステムがすごかったな。いやー、でこのエンディングはね、ゆきくんが、作ってくれました。とてもね、みんな音符ブロック上手でびっくりしてます。5等分の花嫁、僕はミク派なんですけど、皆さんは何派ですか？コメントでよかったら教えてください。ということでね、どんどん、リスナーさんの音符ブロック少しずつ紹介する動画をね出していくので、皆さんよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。